ボートレース若松ファイナルプルナイター第25回北九州市長杯初日第6レースを迎えました。本番レースは枠なりに作戦待避行動始まりました。出走メンバーは1号艇東京の小津安氏、2号艇群馬の亀山雅之、3号艇福岡の木下大地助、4号艇岡山の細川明人、5号艇東京の椎名正弘、6号艇は広島の古川健です。フライング休み明け約2ヶ月ぶりの実戦、1号艇大津安氏、今日はここ1回走り、1走入魂の陰線、2コース今日はドリームとの2回走り、2号艇亀山正幸、3コース1月福岡は3コースから優勝を飾りました。初戦は3コースから3号艇木下大輔、引っ張る4コース4番の細川明人、そして本番レースは枠番を主張した5番の椎名正弘5コースから、サイアウト6コースは36号機の6号艇古川健。第6レース枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第6レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。なおこのレースは4号艇細川明と6号艇古川健、4番6番はフライングため欠場、4番6番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。4艇による競争となりました。第6レース先頭に立ったのは2号艇亀山雅之、2番手が1号艇小津安氏、3番手が3号艇木下大輔、最後方が5号艇椎名正弘です。なおこのレースは4番の細川明と6番の古川健、4番6番はフラインため返還欠場、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。レースは西の2マーク、トップで折り返すのは2号艇亀山雅之、2番手が1号艇小津安氏、3番手が3号艇木下大輔、最後方が5号艇椎名正弘、上位体系は2番、1番、3番でレースは最終周回に入りました。なおこのレースは4番の細川、6番の古川、4番6番はフラインため返還欠場、お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。早いスタート合戦となりました第6レース、先頭は1周の1マーク、2コースから指した2号艇亀山雅之、2番手が1号艇小津安氏、3番手が3号艇木下大輔、上位体系は2番、1番、3番です。この2対13変換点を差し引いた3連単オッズは 4.3 倍です。先頭2番ゴールイン、1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、以上4艇ゴールインしました。第6レースの確定は1着2番、2着1番、3着3番以上でした。シリーズ2日目終盤のカードが続きます。レースコースは第10レース予選特賞が始まりました。対戦メンバーは1号艇小津安氏、2号艇土屋智則、3号艇松浦博人、4号艇小林慎、5号艇高橋直也、6号艇多田雄介、以上の対戦です。
スタートまでは1分を切りました。並びは枠番順となっています。インコースに向かう1号艇のおつやし、高枠の一戦、勝利に伝えたいところです。2コースには2号艇の土屋智則、内枠の2人の選手はともに前半レースは2着連帯としています。3コースは今日1回走り3号艇の松浦博人、ここまでがスローです。4コース角は4号艇の小林慎、5コースには5号艇の高橋直也、高橋は前半レースは3着、ここまで船券絡みの走りが続いています。3アウト6コースに6号艇の多田雄介で、スタイルは3対3と分かれました。第10レース予選特賞、スタートまでは10秒を切りました。風やフォーム緩やかな追い風コンディション。第10レース進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。10レースのスタートは嫌いました。あまりそのないスリット、1周1マークへ向かっていきますが、インコースから1号艇のオッツがまずは逃げていって、2コース2号艇土屋が刺していきました。外からは3号艇の松浦でバックスレッジですが、2コースから刺した2号艇土屋がインコース1号艇のオッツを捉えまして、2番1番が並走でスリットラを通過。スタートは前提正常。3番テラスイは内5号艇高橋、外は3号艇松浦、1周2マークは2号艇の土屋が先頭で運んでリードを取っていきます。トップに立ったのは2号艇土屋智則、そして2番ランタラスイが接戦になりました。1号艇のオツの内側からは5号艇高橋上がってきまして、5番1番が並走。レースは2周目第1ターンマークに向かっていきます。2号艇土屋がトップで2周1マーク旋回、2番手内へ切り返していく1号艇のオツに対して、外から5号艇の高橋がかわしていきまして、2番手は5番の高橋、4停止のリードを作りました。1号艇オツが3番手で、体勢は2番5番1番、2周目2マークに移っていきます。3番手の後方は定冠3、4停止、6番多田、3番松浦、最後方は4番の小林が追っています。先頭から2番、5番、1番の体勢で直線コースへ変わりました。レースは最終周回に移っていきます。トップキープは2号艇土屋智則、3周目第1ターンマークに向かっていきます。2番手は5号艇の高橋直也、2、3番手の定冠も大きく離れて、1号艇の小津康が単独3番手、前は2番、5番、1番で最後のバックスレッジに入っています。このカードは2コースから指しました。2号艇土屋智則が先頭、2番手は5号艇の高橋直也、1号艇の津康氏が3番手、前は2番5番1番で最終コーナーを旋回していきます。シリーズ3戦目初勝利になります。2号艇土屋智則が先頭で、第10レース予選特賞、まもなくゴールインです。先頭2番土屋ゴールイン、2着5番高橋、3着は1番のオッズゴールイン、6番多田、3番松浦、ラストは4番小林ゴールインです。6選手が登場して第8レース一般戦が始まりました。バックスレッジが作戦待機行動は枠なりとなっています。1号艇は小津康氏、2号艇萩原智也、3号艇伏瀬島雄介、4号艇須藤博道、5号艇田代達也、6号艇田島瑠衣、以上の6選手の対戦です。スタートまでは50秒を切りました。イン1コースは1号艇のおつやし、
今日はここ一走、好枠、白星に告げられるでしょうか。2コースには2号艇の萩原智也です。3コース3号艇の布施島雄介が向かっていきます。そして3艇が後方に引いて4コース角は4号艇の須藤博道。須藤はこの後は12レースの準優勝戦が待っています。5コースには5号艇の田代達也、前半レースはインから逃げて勝利が上がりました。サイアウト6コースが6号艇の田島瑠衣。枠番通り3対3と分かれました。風は依然ホーム向かい風、風速は5メートル前後のコンディションです。第8レースは内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。センター3コースは3号艇の瀬島が好スタート。4コースからは4号艇の須藤。1周1マークはインコース1号艇オッズが先に回って内を狙って2号艇の萩原、さらには4号艇の須藤で向こう正面に張りますが、高枠の一戦押し切りました。1号艇のオッズが先頭でリードを4艇進。スタートは前艇正常でした。2番タラスイは内4号艇須藤、アウトは2号艇の萩原、2艇進後方3号艇の瀬島がこれを追っていきます。1周2マーク2番タラスイは内から4号艇の須藤がさばいてきまして、2号艇萩原少し外に流れています。内側から4号艇の須藤博道2番手に上がって、3艇進後方に2号艇の萩原が3番手。上位はここで1番4番2番となりました。2周目1マーク1号艇オッズが先頭、4号艇の須藤が2番手、2号艇の萩原が3番手でバック側に入りました。2、3番手の定冠も5、6艇進差が開いて、体勢は1番4番2番となっています。4番手以降は水が来ました。後方は3番の布施島、5番の田代、最後方は6番の田島が追っています。2周目2マークから直線コース、先頭リードは1号艇の大津康、これから最終周回へ向かっていきます。1番の大津が先頭、4番の須藤が2番手、2番の萩原が3番手、先頭から1番4番2番で3周目第1ターンマーク旋回を迎えます。最後のバックスレッジに入りました。4番手以降は水が空いて、後ろは3番布施島、5番の田代、最後方は6番の田島の順となっています。残り半周を切りました。一般戦第8レース、先頭は1号艇の大津康、シリーズ4日目、待望の初勝利が見えてきました。ラストターンマークもトップで旋回していきます。1号艇の大津が先頭、4号艇の須藤が2番手、2号艇萩原3番手、体勢は 1-4-2、 人気サイドの決着になりました。第8レース、先頭1番の大津、1着ゴールイン、2着4番の須藤、3着は2番萩原ゴールイン、3番布施島、5番田代、最後方は6番の田島ゴールインです。2号艇の鈴木、この両選手に人気が集まりました。シリーズ2日目、後半戦最初の一戦です。予選競争第7レースが始まりました。第7レースは1号艇が小津康氏、2号艇は鈴木博士、3号艇は尾形英二、4号艇は上野秀和、5号艇深沢勉、6号艇岸影明、以上6人の対戦です。スタートまでは1分を切っています。外枠の6番の岸影が各選手から離れています。内に構える1号艇の小津、そしてその外で
構えている2号艇の鈴木と両選手が人気を集めていまして、2連単ですと 1-2 の 2.8、 折り返しての 2-1 は 3.8、 2号艇鈴木選手からの組み合わせで3号艇の尾形への 2-3 は 5.4 倍、それから 2-4-9.9 倍と10倍以下のオッズとなっています。うちは1号艇のオッズ1コース、そして2コースの体制が2号艇の鈴木。初日のドリーム戦で5コースからまくり差し、2マーク差し、それから2周1マークでも差していっての2着としている鈴木博士、センターでは3番の尾形、4コースの4号艇の上野、中枠の両選手が前半とも2着でした。5号艇深沢、6号艇岸掛けで幕成3対3です。第7レーススタートが切られました。まずは1周1マークへ向かう先行争いは、内から1号艇のオツと2コースの2号艇鈴木の争いか、人気両選手オツが回って2号艇鈴木博士の差し、外から5号艇深沢上がっていきました。内は3号艇尾形となって並んでいます。バックストレッチトップ争いだ、人気2人が接戦となっています。2号艇の鈴木内一定心リードを取った。1号艇オツは外並んでいる、あとは内、3号艇尾形接近です。1号艇オツは外を回りますが、2号艇の鈴木が制して、体勢は2番1番で直線に入りました。レースは2周目、スタートは正常でした。先頭2番手は3点審査トップ争いですが、競り勝ったのは2号艇鈴木博士です。2番手が1号艇のオツ、その後ろ3番手の接接戦で5号艇深沢が回っていきます。内から6号艇岸掛け接近、このうちを3号艇尾形が指してバックストレッチへ出ます。3番手は5号艇の深沢、そして3号艇尾形も食い下がる、差の方が1停止2停止、3号艇尾形外へ持ち出している、あとは6号艇の岸掛け、4号艇上のバックストレッチを通過。2周2マークは2号艇鈴木、1号艇オツの順、3番手は5号艇深沢が守るか、3号艇尾形外から巻き返してくる。直線コースから最終周回に向かいます。2-1-5 の体勢でラスト1周ですが、外から3号艇尾形が続いていまして、2停止差の4番手、あとは6号艇の岸掛け、4号艇上野の600を追加。最終の1マーク2号艇鈴木、1号艇オツと回ります。5号艇3番手は深沢が守ります。外からは3号艇尾形、4番手3、4番手を差、2停止3停止くらい。2連単は2-1は 3.8、 3連単の2-1-5です。 33.1 倍、逆転があれば2-1-3は 9.8 倍となっていますが、先頭は2号艇の鈴木、2番手1号艇オツ、人気両選手が抜け出して、3番手争いも5号艇深沢が3番手を守っています。3号艇の尾形が続いていますが、4番手先頭2号艇鈴木、2着1号艇オツとゴール、3着5号艇深沢ゴールイン、3号艇尾形、6号艇岸掛け、4号艇上野ゴールイン。第7競争でした。調整では3着という、成績となっていました。3号艇の沼田が少し前方へ出てバックストレッチに入っていきました。スタート展示では沼田は5コースダッシュで行っていましたが、レースではセンターコースに構えています。アウトコース側で5号艇新人の柴田。一般戦第4競争、対戦メンバーは1号艇が小津康、2号艇岩屋誠、3号艇は沼田勝彦、4号艇金子拓也、5号艇柴田京介、6号艇は小坂隆、以上6人の対戦です。内に構える1号艇の小津、人気を集めています。4号艇金子拓也への組み合わせが 1-4 で 3.2 倍を示しています。このレースでは大津と金子、さらには外枠の6号艇小坂と3人の選手が昨日準優勝戦を走っていまして、いずれも3着という結果となっていまして、ファイナル進出惜しくもならなかった3人のメンバーでのこのレース登場になっています。その1人1号艇オツ、人気に応えるかインコースに構えていきました。2号艇岩屋、3号艇沼田、2コース3コースまだ横を向いています。後方ダッシュスタート角1が4号艇地元メンバーの金子拓也、昨日の準優勝戦では1マークまくり差しを見せていました。そして6号艇の小坂、5コースアウトコース5号艇柴田、内から1番2番3番4番6番5番です。第4競争スタートしました。
センター3コース3号艇沼田、さらには4コース角から4号艇金子と好スタートになっています。1マークまずは沼田が先まくり、内1号艇大塚突っ張った、4号艇金子拓也内から刺して、2コース2号艇岩谷も刺し、中をつく6号艇小坂上がってくるか、バックストレート4号艇金子、さあ先頭に立ちました。4号艇金子拓也のリードは4艇身くらいです。2番手争いが3艇並んだ、内から2号艇岩谷、中は6号艇小坂、外から1号艇大津です。大津が切り返していきました。2号艇岩谷が2番手は先に回りまして直線コースへ入っています。4番2番3番手切り返していった1号艇大津、このうちは6号艇小坂となりまして接戦です。レースは2周目スタートは正常でした。4番金子、2番の岩谷の順となっています。そして後ろ6号艇3番手は小坂か、内から差し返して1号艇大津、3番手争いは接戦が続いて差した1号艇大津、外は6号艇小坂です。並んでいます競り合いが続いていまして、バックスレッチ中間手を通過、後方では3号艇沼田、5番手ラストは5号艇の柴田となっています。2マーク先頭4号艇金子、2番手は2号艇岩谷、第2ターンマークを回ります。3番手は接戦で内から1号艇大津、6号艇小坂が外、外を回って6号艇小坂、内から1号艇大津、最終周回競り合って入ります。接戦が続いて3番手争いで600通過、内1号艇大津、外は6号艇の小坂となっています。先頭4号艇金子、2番手は2号艇の岩谷、その後ろ6号艇小坂が外から回ります。内は1号艇大津ですが、外から6号艇小坂優勢か、内から1号艇大津も立て直して残している。バックスレッチの中間手、内1号艇のオツ、外6号艇小坂、わずかに内1号艇のオツがリードは2艇身くらいで、3番手4、2ですと22倍を示しています。3番手争いでゴール前、1号艇オツが3番手、6号艇内から小坂接近、3連単の421ですと 71.2 倍、先頭4号艇金子1着、2号艇岩谷、1号艇オツの順でゴールイン。6号艇小坂が4番手の体勢でした。3号艇沼田、5号艇柴田、ゴールイン。第4競争でした。